出しゃばりすぎ、平野紫仕様の、匂わせ、振付師が関係否定直後に、MV 登場で仏義。2024年はいい意味で、裏切りをしたい。1月9日、元キングプリンスのメンバーで、現在は神宮寺優太、岸優太と共に、ダンスボーカルグループ、ナンバー、愛として活動する平野紫仕様が、都内で行われた、イブ・サンローランボーテ、アジアアンバサダー就任 &CM 発表会に出席。 今年チャレンジしたいことを聞かれ、笑顔で宣言した、旧ジャニーズ事務所を退所してから初の公の場となった平野さんですが、その人気は健在。平野さんの就任効果で、都内のイブサンローランの店舗にはファンが殺到しました。表参道ヒルズマイの店舗には、オープンの2時間前から並ぶファンもいたそうです。また、アンバサダー就任を発表した午前4時から正午までの間、オンライン ショップでではブランドを代表すする商品の売り上げが前日比で約倍にもなったと言いますスポーツ指揮者、振付師との関係がささやかれ、飛ぶ鳥を落とす勢いの平野だが、このところはファンの間で物議を醸す出来事もあった。キングプリンス時代から、アイチャインや、月読みの振り付けを手がけてきた女性ダンサーの RIEHATA さんが、以前から平野さんとの親密さを匂わせる投稿をしていると話題なんです。 ナンバー、アイは1月1日に待望のファーストシングル、ゴートをリリースし、RIEHATA さんは同曲の振り付けも担当しています。サイタッグは大きな話題になりましたが、これまで平野さんと RIEHATA さんはお揃いのアイテムを着用した様子や同じポーズの写真などをたびたびアップしていて、ファンはその度に、匂わせ、であると反応してきたので、複雑な思いの人も多いようです。芸能ライター。 そんな声を受けてか、RIEHATA 氏は1月8日に X で、私は息子二人と暮らして、家族以外の時間は仕事だけを全うしています。勘違いをされている方、どうかご安心ください。これ以上誤解による憶測で悲しい思いやご迷惑をおかけしたくないので書かせていただきましたと説明。誤解による憶測の詳細は明かされていないが、これまでの経緯を踏まえれば、平野との関係への疑惑を否定しているとみられる。 MV のメイキングに出演。この説明に対して、平野ファンからは、匂わせしまくって子供持ち出し被害者気取り。全部自分が巻いた種だよね。勘違いされるような匂わせしといて、勘違いをされている方って責任なすりつけるのずうずうしくて恥ずかしいな。どの口が言って点だか、最初から誤解招くような匂わせするなよ。と相変わらず厳しい意見が寄せられる一方。 このようなポストをさせてしまい、ご迷惑をおかけして申し訳ないです。ゴートの振り付けで RIEHATA さん名前を見つけたとき、すごく嬉しかったです。彼らをサポートしてくださり、ありがとうございます。嫌な思いをさせてごめんなさい。紫輝くんも RIEHATA さんに申し訳ないと思ってるんじゃないかな。二人のことを傷つける人たちはファン失格だと思う。 と、謝罪や同情の言葉を綴るナンバー、iFan も、ファンの反応が分かれる中、1月11日、ある投稿が再び話題を呼んだ。ボートの MV を手掛けたアーティスト集団、VIBRVNCY が、インスタグラムでメイキング映像を一部公開。そこに、つい3日前に説明文を投稿したばかりの RIEHATA さんが、はっきりと映り込んでおり、一部ファンから批判的な声が集まっています。 全出芸能ライター X では、マジで振付師がなんでこんなアーティストに付きっきりでメイキングにも映り込んでんの。あの声明何だったんだろう。誤解をくそくされたくなかったらこんなでジゃバらないよね。3人より RIEHATA の方が存在感あって笑えますね。これは RIEHATA の MV ですかなど、辛辣なコメントが。 振付師として現場に帯同している以上、制作チームの一員としてメイキングに出演するのは自然なことにも思えるが、ファンと足並みが揃う日は来るのか